皆さんこんにちは、リセトモヤです。なんかまあ私、巷で最近噂になってるダイエットしてる豚なんですけど、よく DM で聞かれるのが、実際体重何キロ目指してるんですかとか、確かにと思って、自分って何キロがいいんだろうって思っちゃったんですよ。だって身長169センチの平均体重って62、3くらいだったんですよ、確か。でも世の中からしたら62、3ってまだデブって言われてる類じゃないですか。だからその体重になってみないと、今のところわかんないなって思っちゃって、モチベが下がっちゃうんですよ、なぜか。そこでね、なんか私よく痩せたら可愛いって結構言われること多くて、じゃあ一回写真で痩せさせればよくねみたいな。思いついちゃったんですよね。一回痩せさせてみて、これで可愛くなきゃ、今のままでいいんですよ。賞味。ということで今日は今の写真を撮って最強に加工していって、痩せたらこんなにリセトモヤ可愛くなるんだよっていうのを作って、モチベーションを上げていきたいと思います。誰得なん？マジで。全身の写真と顔のアップの写真は事前に撮りました。ちょっと私の家の画角的に全身を写しながら動画を回すことができなかったので、事前に撮りました。そちらの写真はこちらの加工アプリでね、やってお見せしていきたいと思います。で、まず全身の写真からやっていこうと思います。こちらの写真が私の全身写真になります。これノーマルカメラで撮ったんですけど、ちゃんと。見てください。パンパンな顔、出てる腹、太い足。これね、しかも膝は私真っ黒なんですよね。で、まずね、こちらの全身写真を加工していきたいと思います。夢があるように見せかけてない企画すぎるんだよな、間違いなく。まずね、私のコンプレックスは圧倒的に肩幅なんですよ。今もね、こう、見ていただけたらわかる通り、肩幅冷蔵庫なの、私。ガンダムすぎて、体型のところでまず肩幅を極力狭くしていきます。あ、根茎しか細くなんないのね。あ、今日はね、もう時空の歪みとか全く気にしません。一回全身ね、細身にしてこう。お、いいね、いいね。いいやん、これ。細。ウエストが極力マックスでどんどんやっていきますね。気持ち悪い、これ。このさ、横っ腹のここなんとかしてなくならしたいな。すでにもう、うん、やばー。次、顔の方をやっていきたいと思います。こちらです。あー、ノーマルカメラ。やっぱね、ノーマルの写真って肌荒れとかすごく目立つんですよ。痩せた時までには治ってたいな、本当に。とりあえず、これがね、私の今のノーマル写真で撮った顔ですね。こちらが。とりあえず、肌の加工からいきます。まず、ニキビを消して、滑らかで、不自然じゃないぐらいまで、肌の治安を良くしていきます。トーンは少し上げる。私ね、地黒なんですよ。ちっちゃい頃からもともと黒くて、すごいそれも悩みなんですよね。最近は日焼け止めとかのようにしてるんですけど、このもんかな。こんなに肌の質が良くなります、加工で。加工がダメだ、加工がダメだって。加工と顔が違ったら叩く人もいるじゃないですか。いや、マジで、何がダメなん？写真ぐらい加工させてくれって。会うことなんかほぼないやん。で、次ですね。どん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 顔を痩せさせたいと思います。トゥー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 。なんか気持ち悪いな。いや、マジで、顔に肉ついてなくて羨ましいねってよく言ってもらえるんですけど、全然そんなことなくて、本当に。マジで、寝すぎた次の日とか、ちょっとマッサージサボったら、本当に顔に出やすいんですよ。今日なんかリセトモヤ顔スッキリしてんなっていう日は、前の日かその日の朝に死ぬほどマッサージしてるとか、マッサージは本当大事だと思う。まあ痩せたら顔のパーツ一つ一つがくっきりすると言われているので、目とか穴とかもはっきりしていきたいと思います。加工の方が終わりました。それでは私がめちゃくちゃ痩せた姿をご覧ください。わー、女子こちらです。誰なの？これね、この全身写真の方を加工が限界で、お腹がもうできなかったですよ、加工で。実際に痩せてみてからのお楽しみって感じでしたね、マジで。いや、まあでも、もしかしたら2、30キロ痩せて、50キロ台とか40キロ台ぐらいになったら、ワンチャンあり得る体型かもしれないって思った、正味。だけど、この顔に関しては、もう圧倒的に整形、これは。見るもんね、こういうキャバクラの宣材写真みたいな。いや、まあでも、多少はやる気が出ました、本当に。痩せたらこうなるだろうっていうのをね、一生懸命期待して皆さんもダイエットやる気なくなっちゃったよピエンっていう時はスノーで加工させて、画面もめちゃくちゃ加工させて、ぜひね楽しんでみてください。加工は悪いことじゃないので。はい、この動画がいいなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。リセトモヤでした。バイバーイ。